全身タイツで初詣行く？お願いします。敵にヤバいやついます。敵にヤバいやついる？どっちですか？よろしくお願いします。ボンジョビーやったら許してくれるやろ、さすがに。え、なんか、え、ぐるって回って、シングルアクセルしてるやついたけど今ヤバいって。うわあ、あいつ水の呼吸使いだったんちゃん。鬼殺隊やで、あれ絶対設置します。あ、こいつあれや、トロールや、これ。これ多分敵のジェットトロールじゃないですか。敵の相場じゃないですか多分。これやばいっす。いや、相場もジェットもやばいっす。さっきチームだった俺。あ、ジェットなんかね、ナイフ持って走ってきてナイフ戦挑んでくるんすよマジで。やばいっすよあの二人本当。俺もやばいかも。俺もやばいか。やばいっすよねこいつ。僕ベータやってたんですけど、バロラント。ああいうチーター見たことありますね。なんか頭ぐるぐる回しながら、あの全方向でヘッション抜いてくるみたいな。で5人キルしながら歩いてくみたいな。いく。いや見たことありますあれ。ああいうチーター偽物かもしんないですけど、なんか当ててこないんで。ああ味方になった人めちゃくちゃかわいそうだな。通報しとこ。さっき10回ぐらいやってきました俺も。中ジャッジ。うぐい、俺の目の前。ごめん今の本当に。いや、しゃあ、あれは驚く。こいつ実はさ、なんかレディアント隊とか、レディアント行かなくても、ミッションインポッシブルみたいなやついるって。すか、あいつ。ジップライン乗ってあれやばくないっすか。びっくりしますもんあれ。最近面白かったバロの話。あ、でもネット上だ、バロラントプレイ中に起きた話じゃないですけど、ツイッターで回ってきたミームで、なんか、フェニックスを見つけました。敵のなんかレイナの人とか普通に強いのに、下二人のトロールが足引っ張りすぎててやばいっすね。レイナいいっすね。チームの上なってる。危ない。チームの上やった。下に落ちてきた。エサイトまだやる。下に落ちてきた。なんで俺肉壁なろう思って。ナイス、ラサラサ。これやばいよ。お疲れ様です。ああ